え本日はお忙しい中、えー、お時間頂戴いたしまして、誠にありがとうございます。えー、私、株式会社アイスコ代表取締役社長の相原と申します。本日はどうぞよろしくお願いします。えー、それでは早速ではございますが、個人投資家様向け説明会を始めさせていただきます。えー、まずはじめにですね、こちら本日お話しする内容となります。 まずは会社概要です。当社の企業理念は IKEA エ v e ボディカンパニーあらゆる人々に慈しみの心を持って接する企業でありたいと。社名の由来にもなっていますこの言葉はですね、私たちができるだけたくさんの人々に幸せになってもらいたいという強い願いを込めております。またこのオレンジ色の頭文字のところ、色が変わっている頭文字のところを取ってアイスコという社名にもなっております。 会社概要についてはご覧の通りとなります。当社はですね、フローズン事業とスーパーマーケット事業の2つのセグメントを有しており、フローズン事業では関東から東海エリアまで自社物流網を構築しており、冷凍倉庫15拠点から約5000件のお客様へ向け、アイスクリーム、そして冷凍食品の卸売を行っております。 え、売上の約80%をこのフローズン事業が占めております。え、またスーパーマーケット事業は、え、神奈川県、え、南部を中心に、スーパー生鮮館大河という店舗を7店舗運営しております。え、生鮮に注力し、地域密着型の運営をすることで、え、競合他社との差別化を図っております。はい、え、続きまして遠隔になります。 当社は1948年の創業になります。創業当社はですね、アイスキャンディーの製造販売をしておりましたが、1954年にですね、アイスクリームの製造販売に転じ、1972年にはアイスクリームの総合卸売を開始しております。 また、1996年に冷凍食品卸しとして本格的に市場に参入もしております。また、2021年4月に j a s d a クに上場し、翌2022年4月スタンダード市場に移行をしております。続いて事業概要となります。 まずは事業内容ですね。当社のメイン事業であるフローズン事業は、冷凍食品、アイスクリームに特化した卸売業を、関東から東海エリアまで自社物流網を構築し事業展開しております。後ほど詳しく説明いたしますが、自社物流を熟としたセールスドライバーによるフルメンテナンスサービスなどの機動力で差別化を図っております。 また、取り扱っている商品カテゴリー別に見ますと、フローズン事業の売上高のうち、市販用の冷凍食品が約6割、アイスクリームが4割という構成費となっております。また、販売先を業態別で見ますと、ドラッグストアが5割、ディスカウントストアが3割、その他食品スーパーやアイスクリームの自販機などがございます。 また、使用取引先様としては、ドラッグストア業態ではクリエイト s d 様やコスモス役員様、またディスカウントストア業態ではドン・キホーテグループ様が大口取引先となります。はい、えー、続きまして、こちらではフローズン市場の拡大についてご説明申し上げます。 食品市場の規模は約50兆円に達し、近年顕著に拡大してきております。特に当社が特化している冷凍食品、アイスクリームといったフローズン市場の伸びは大きく、食品市場の中でも成長カテゴリーと位置づけられております。市場拡大の要因といたしましては、味の向上や鮮度の維持を実現する技術革新、まあ、とにかく味が美味しくなったと、 え、いうことと、え、また、勘弁性ニーズの高まりなどにより、力強い伸びとなっていると考えております。え、また、賞味期限が長いフローズン商品は、フードロス削減の観点からも、商品開発、需要拡大が進んでおります。え、小売店舗側も、売り場面積を拡大しているのと同時に、え、今後もこの流れは続くものと考えております。 また、アイスクリームにおいてはですね、昔の安いおやつという位置づけから、ワンランク上のデザートとしての地位を確立したことにより、単価が上がったことも大きな要因の一つです。冷凍食品、アイスクリーム市場にはまだまだ当社の拡大余地がたくさん残されており、市場拡大の、市場自体の拡大も追い風となっております。 ここでですね、改めまして、卸売業の説明をさせていただきたいと思います。卸売業がない場合ですね、各メーカーからそれぞれの小売店に直接商品を運ばなければならず、物流費や業務が間に合わなくなるといった不具合が起きてしまいます。これに対し、卸売業があれば、卸が各メーカーから大量の商品を仕入れ、保管し、 必要な時に必要な量を小売店へ納品できるため物流コストの削減や多様なメーカーの商品を取り揃えるられるなどのメリットがございます先ほど申し上げましたのは一般的な卸売り問屋様の業態でございますが えー、当社はその機能に加えですね、商品開発や、えー、仕入れ、えー、自社物流や店舗陳列など、フローズンのカーミからカーシボまでを全てを担った一貫システムを構築し、えー、他社との差別化を図っております。競合先である大手食品卸様などは、物流を外注しておりますが、えー、当社の差別化戦略は自社物流が核となっており、 社員である教育されたセールスドライバーにより品質の高いサービスを提供しておりますはい、えー、続きまして特徴と強みの一つ目である、えー、自社物流の説明をさせていただきます、えー、自社物流はですね当社の差別化戦略の根幹でして 関東から東海エリアをカバーする物流拠点、またフローズン専用の配送用トラック、そしてセールスドライバーは全て当社で保有する大切なリソースとなっております。当社のあらりが高い要因はフローズンに特化していることと深いつながりがあります。常温、冷蔵、冷凍といった3温度帯のうち、 え、当社が扱う冷凍、つまりフローズンの荒れ益率は高く、特化している当社の荒れ益率も卸の中では突出しております。物流を含め、すべて自社で完結することにより、当社は利益を確保することができております。配送は基本的に自社物流で、投資と費用の負担も大きく管理することはとても大変ですが、 差別化戦略に直結する武器としてのメリットは、えー、とても大きいと考えております。はい、えー、続きましてこちらでは、えー、拠点の説明になります。えー、東海、関東エリアをカバーする15拠点のうち、えー、厚木、千葉、あそして、えー、岩月物流センターがセンター機能を持った中核で、 その他は物流拠点を兼ねた営業所として配置されておりますこちらフローズンに特化した最新鋭の設備を備えた拠点となっておりますはい続いてですねこちらでは自社物流において先ほどご説明した拠点とともに重要にな,なってくるのがフローズン専用の配送用トラック の保有と、社員であるセールスドライバーの確保になります。右の図を見ていただくとわかりますように、トラック、そしてセールスドライバーの数、共に年々増えていることがわかります。トラックについては環境に配慮したフローズン専用車を毎年購入しております。運行管理システムなどを導入し、安全運転にも努めております。 そしてセールスドライバーについては、社員として雇用し、教育することで品質の高いサービスを提供することができます。また他の運送会社、卸しとは業務内容が異なり、セールスドライバーとしてお客様の役に立つことがやりがいにもつながっております。当社平均年齢36歳という若さも特徴の一つです。 はい、ここで特徴と強みの二つ目、フルメンテナンスサービスについてご説明いたします。フルメンテナンスサービスとは、バックヤードに配送して終わりの一般的なドロップ納品とは対極にあるサービスでして、バックヤードではなく売り場の店舗あ、店舗の売り場に直接商品を搬入し、売り場に商品を陳列まで行います。 さらにご要望があれば代理発注も手掛け、様々ままな反則提案までを行います。これらを担うのが当社のセールスドライバーです。小売店側としてはバックヤードのみならず、商品管理の人手までが不要となり、バックヤードに冷凍庫を持たないドラッグストアやディスカウントストアなどが近年フローズンの売り場面積を拡大してきております。 そのような業種のお客様からは大変重宝されており、高く評価されております。インフラに加え、こうしたサービスが同業他社からは高い参入障壁となっております。現在フルメンテナンスサービスの売上比率は約70%、収益面ではさらに貢献度が高くなっております。 はい、続いて、こちら商品調達と並んで今後とても重要になってくるのが商品開発です。現在、止め方を中心に着実に実績を積み上げております。当社においても商品開発専門の部署を作り、外部より専門の人材を採用し、現在商品開発を進めている状況にあります。 商品開発は今後当社が最も注力していく事案であると同時に戦略上とても重要になってくると考えております。はい、えー、続いてスーパーマーケット事業についてご説明いたします。えー、神奈川県南部を中心にスーパー先生タ大河という屋号で、えー、店舗展開しております。 こちら、生鮮産品、生花、鮮魚、生肉といった生鮮に特化し、地域密着型の運営をすることで、地域のお客、他社との差別化を図っております。はい、こちらは生鮮産品に注力する当社の新鮮な商品の写真です。実際に売り場で売られている写真、商品を撮ってきた写真になります。写真では少し伝わりにくいですが、 野菜、魚、肉はどれも鮮度が良く、商品の鮮度、品質、品揃え、価格にこだわることで、お客様より高い評価をいただいております。また、楽しさや接客にもこだわるというコンセプトのもと、接客マナー研修を実施し、サービスレベルの引き上げを行っております。テーマを決めた売り場コンテストの実施や、 従業員が作成したこだわり商品の説明ポップなどの効果で高単価の商品の売れ行きが伸びてきていますはい、えー、続きまして成長戦略および新規事業についてご説明させていただきます、えー、卸売業界 オンリーワンのポジションを確立しフローズン業界ナンバーワンの収益力を誇る企業を目指しフローズン市場を盛り上げていきたいという思いからですね当社は2020年に10年ビジョンであるアイスコビジョン2030を制定しアイスコが目指すべき姿と長期的な経営目標を定めておりますこのアイスコビジョン 2030を達成した際の10年後の数値目標としましては、アイスコ全体で売上高1000億円、営業利益2.5%の25億円を目指しております。この10年ビジョンを達成すべく、より具体的な3か年ごとの中期経営計画を策定しております。現在2024年3月期をもって第一次中期経営計画が終了となるため、 次のスライドからは第一次中期経営計画の振り返りと第二次中継につながる成長戦略についてご説明してまいります第一次中期経営計画では売上高は中期経営計画前の2020年度と比べ約90億円増加年平均成長率は7%の伸,びの伸びとなり 市場成長率を大きく上回るとともに、目標金額をクリアすることができました。当社が得意とするフルメンテナンスサービスの品質の高さに加え、営業部門の提案力が小売各社様から支持を得ているためだと自負しております。利益面においては想定外の大幅なインフレによるコストの上昇などにより、目標金額を若干下回る見通しとなっておりますが、 計画最終年度に巻き返しておりいい形で第二次中継につなげることができると考えておりますなお先ほどご説明しましたアイスコビジョン2030の目標数値を達成するためにはより一層の成長が必要となりますがこの第一次中期経営計画の間に事業部の体制を見直し 物流拠点の整備や人事制度改定などの基盤整備が着実に進んでおり2030年の目標達成は十分に可能な水準であると考えておりますはい、えー、続いてですね当社が進めている物流戦略とその進捗についてご説明申し上げます、えーだ 物流戦略の一環として、在庫を持たない通貨型センターであるミトサテライトを茨城県に、そして松坂サテライトを三重県に新設いたしました。従来型の在庫を持つスタイルの営業所よりも設備投資が少なく、積み替え用の冷凍倉庫に、ルートセールスと車両のみのシンプルな配送拠点となりますが、 フルメンテナンスサービスの品質はそのままで、遠隔地での配送効率が大幅に改善できております。また、2023年11月には、狭山営業所を再稼働させており、売上の成長著しい北関東エリアの物流網を広げており、この整備が進められれば、新規顧客の開拓も含め、さらに北関東エリアのシェアを拡大していけると考えております。 なお、サテライト拠点をはじめとする、物流網を整備していく背景としましては、物流の2024年問題をはじめ、業界を取り巻く環境は厳しさを増していることが挙げられます。当社の成長を支えるための一番重要な要素は人にあります。成長を著しい小売業様の出展や新規営業による開拓、 を推し進めるためにも人材の確保は重要課題と位置づけております。特に当社の得意とする自社物流によるフルメンテナンスサービスは納品スキルや運転スキルなどの教育に時間がかかるため、いかに優秀な社員を長く雇用し続けるかが重要となってきます。 2024年1月末時点では、ルートセールス450名、倉庫作業員190名、パートアルバイトを含めるとフローズン全体で740名となりました。この5年間で約200名程度を採用し、このうち配送を行うルートセールスが半分以上を占めております。当社の平均年齢は30代半ばと、若く成長意欲の高い社員が多数在籍しております。 物流業界全体で見れば、ドライバーの高齢化や採用難の状況にありますが、アイスコの人材力や採用競争力は他社と差別化できており、新規開拓による売り上げの伸びもより一層見込める状況でございます。 第二重経営計画では人事制度の見直しをはじめ、採用の強化、そして教育の強化など、より働きやすく、より成長できる会社として、問題課題をしっかりと解決し、社員を大切にしながら人材の獲得、投与を進めてまいります。 続いて、こちらではアイスコの新規開拓と3年前に開設した焼津営業所の稼働についてご説明させていただきます。2> 第1次中継においては、取引先の業態のバランスを見直すということをテーマに掲げ、具体的には業態をドラッグストア、ディスカウントストア、食品スーパーに分類した場合、 当社においては比較的構成費が低い食品スーパーの取引先を増やしていくことを目標に進めてまいりました最初に着手したのはこの静岡エリアです焼津営業所は3年前に新設しましたがまだまだ稼働率が低かったため周辺企業にターゲットを絞り 食品スーパー開拓に取り組ませていただいた結果、期間中に2企業の新規調愛を獲得することができ、その結果、静岡エリアで約32億円ほど売り上げを伸ばすことができております。ここ数年、冷凍食品専門卸しとしての当社への注目度は非常に高まっていると感じており、第2次中継においても、 販路拡大の観点から開拓しきれていない業態にも積極的に新規営業をかけてまいります。えー、続いて新規事業の創出についてご説明させていただきます。えー、フローズン事業部がこれまで蓄積してきた商品調達、開発、物流のノウハウと スーパーマーケット事業の小売業としての店舗運営ノウハウを掛け合わせた合弁事業としてフローズンのスペシャリストがプロデュースする新しいスタイルの冷凍食品専門店を新規事業としてスタートいたしましたこの冷凍食品専門店フローズンジョーズはですね当社の本業である卸売業と してのポジショニングを高められることに加え商品の調達開発物流販売と全てを自社で担うことが可能となり収益面での貢献とともにブランド価値向上にもつながると考えております。また2022年12月に1号店である元住吉店をオープンしたことを皮切りに昨年2023年9月には 相鉄線二俣川駅内のジョイナステラスに2号店をオープンしております、えー、ジョイナステラス二俣川店の店舗面積は約40坪と、えー、1号店の元住吉店と比べ1.5倍となり取り扱い品目数も約600アイテムと拡大しております、えー、フローズンジョーズでは 冷食やアイスクリームは美味しいだけでなく、フードロス削減にもつながるという商品特性に基づき、環境配慮型の小売店を目指しておりますが、この店舗では冷凍食品だけではなく、冷凍食品と親和性の高い常温品や冷蔵品なども販売しております。 また、このジョイナステラス二股ガー店ではフローズンジョーズの最大の特徴であります、希少性の高い商品や季節ごとに提案できる商品の品揃えを強化しているという点に加え、冷凍スイーツの売り場や健康配慮型商品のコーナーも大幅に拡充したことにより、幅広い年齢層のお客様がご来店されるようになりました。 もう一つ大きなポイントといたしましては、先ほども申し上げたようにですね、冷凍食品と同じアプローチで販売できる他の温度帯の商品を導入した結果、想定以上の販売につなげることができており、引き続きフローズン商品の品揃えの強化とともに、関連商品の充実も図り、お客様に選ばれるお店づくりを行ってまいりたいと考えております。 現在、今年7月にオープン予定の3店舗目となるフローズンジョーズ、夢が丘、ソラトス店の出店準備を進めている段階でありますが、カルディさんやお菓子の町岡さんなど、特定の商品群に絞った専門店が成功されておりますので、当社のフローズンジョーズをフローズン専門店として成功させ、多店舗展開してまいりたいと考えております。 今後のフローズン上手の成長にどうぞご期待ください、はい、こちらは中長期の成長イメージになりますこれまで説明してまいりました通り第一次中期経営計画では既存事業の着実な業績拡大を果たしながらも 徹底的な業務改善と未来を見据えた種まきを推し進めることで強固な経営基盤を構築し、高利益体質を定着させてまいりました。第二次中期経営計画は今年5月に公表させていただく予定でありますが、当社はこの成長著しいフローズン市場をメインフィールドとし、卸売業界でオンリーワンの存在になるとと,ともに、 えー、フローズン業界ナンバーワンの収益力を誇る企業を目指してまいりたいと考えておりますはい、えー、続いてですね、えー、2024年3月期第3四半期の決算概要になります、はいえー、こちらはですね第3四半期の前期比較での分析となります 前期は経由代や電気料金の値上げなどコスト上昇に苦しみ、販売価格についても慎重になりすぎた結果、コスト上昇の影響を価格に転嫁できず、1年を通じて厳しい損益の状況でありました。今期に入り、 コスト上昇分に見合った価格転換がスムーズに行えたことで売上高各段階利益すべての項目において前期比を大きく上回る結果で着地しておりますその結果2024年3月期第3四半期決算においては売上高はスーパーマーケット事業の店舗を前期に3店舗閉店したもののフローズン事業において価格転換による売上高の増加に加え お得意先様の出店及び、えー、昨年の猛暑によるアイスクリーム販売数量の増加により、えー、前年同期比12.6%増の389億円となりました。えー、物流の増加に加え価格の上昇により、えー、大きく伸ばすことができ、売上げ高については、えー、満足のいく結果になったと考えております。 また経費面につきましては、昨年のコスト上昇を受け、社内管理をより厳格に行った結果、コスト意識をより高く持つことができました。フローズン事業において物流効率改善のためのサテライト拠点の新設や DX を用いた業務改善など、様々な施策を実行することができました。また電気料金や経由代の上昇が一服し、 前年並みに落ち着いていることや、スーパーマーケット、3店舗閉店などにより、販売費及び一般管理費については、前期比で5.6%増にとどまりました。その結果ですね、営業利益は前期比で232%増加の5億2400万円、市販基準利益は前期比で133%増加の3億6600万円となっております。 はい。続いて、セグメントごとの損益についてご説明申し上げます。まずはフローズン事業の業績になります。セグメント売上は価格転換による売上あ値上げの影響や、猛暑によるアイスクリームの販売の好調などにより、堅調に推移いたしました。 この結果ですね、フローズン事業のセグメント売上高は全市販機比19.1%増加の340億円、セグメント利益は全市販機比220%増加の5億9100万円となっております。はい、続いてスーパーマーケット事業にあります。 スーパーマーケット事業につきましては、2023年3月期において3店舗閉店したことにより、セグメント売上は前期比で減少しております。また、2023年9月に横浜市にスーパー生鮮館大河藤ヶ丘店を出店したことにより、開店費用が増加し、一時的に販売費及び一般管理費が増加しております。 これらの結果、セグメント売上高は前年同期比18.6%減の48億円、セグメント損失は6700万円となりました。利益面では開店一時費用約3000万円を除くと、不採算店のスクラップや管理コストの見直しを行った結果、前年同期より改善してはおりますが、依然としてセグメント損失になっております。 小売業を取り巻く環境は非常に厳しい状況が続いておりますが引き続き立て直しに向け施策を実行し早急に業績回復を達成したいと考えております、はいえー、続いて2024年3月期の業績予想についてご説明申し上げます 昨年11月に公表しておりますとおり、第2四半期までの実績を踏まえ、通期での業績予想を情報修正いたしました。特にコスト上昇による価格転嫁が進んだことや、猛暑によるアイスクリームの売上高が順調に伸びたこと等の影響により、売上高及び各段階利益は 前年及び期種予想を大きく上回っております前期から取り組んでおります適正価格への切り替えを確実に進めたことや配送効率の良い新規顧客の開拓と通貨型物流拠点の新設など利益改善への取り組みを強化してまいりました下期については次なる成長を見越し 賃金改定や人事制度改定等の施策を行うことや価格改定の影響が一巡してくることからやや保守的には見ておりますがフローズン事業については堅調な売上成長が見込めることやスーパーマーケット事業についても進展の出展などポジティブな影響も多く両事業とも引き続きしっかり事業を運営してまいりたいと考えております はい、えー。続いてこちら、セグメント別の業績予想になります。えー、フローズン事業につきましては、今期に入り、えー、価格転嫁がスムーズに進んだことにより、販売単価が上昇しております。えー、それに加えて、えー、主要企業の出店、特にドラッグストア業態の売上の増加が引き続き顕著であり、売上高は前期比16.4%の増加を見込んでおり、今後も成長をしていくと考えています。 利益面については価格転換が進んだことに加え徹底的な物流コストの合理化を進めており6月に新設したミトサテライトや新飯事システムの導入など物流コストの改善を進めることで増益を見込んでおります続いてスーパーマーケット事業の業績予想です。 こちらセグメント売上高は競争激化により機種予想比で減少する見通しとなっております利益面では回転一時費用3000万円や電気料金等のコスト上昇などの影響により機種予想比で減少しセグメント損失となる予想となりました 2期連続の損失となってしまい、また機種予想から大きく乖離しており、大変厳しい状況が続いておりますが、体制を立て直し、早期に黒字化を図りたいと考えております。最後に株主還元についてご説明させていただきます。 当社は株主の皆様に対する利益還元が経営の重要政策の一つであると考えており、業績や将来の事業展開、収益力の向上、財務体質の強化のための内部留保などを総合的に勘案しつつ安定した配当を継続することを配当政策の基本方針としております。 2024年3月期におきましては順調に業績が回復してきたことから機種予想値から8円増配前年実績から1円増配の年間配当38円を予定しておりますはい、えー、以上でご説明を終わり,終わりとなりますご清聴ありがとうございました ありがとうございました。じゃあの質問がえっ、ー、と結構来ておりますのでお願いします。えっ、ー、とまず最初えっ、ー、と業績に関する質問をまとめたいと思います。えっ、ー、と、えー、価格転換ができているというようなご答えだったんですが、差別化戦略である自社物流がコスト増にも影響していると思いますが、今後の投資計画は、えー、その点ではどのようにお考えでしょうか。それとさらにその価格転換の今後は もでできるんでしょうかプラス利益率を上げるためにはどんなことを考えてますかといったまあ価格転嫁ができましたというご説明でしたけど今後のことをどうお考えかととといいいううころですねはいはい、ありがとうございます、えー、とまずですね今後の、えー、当社の方向性としましては、えー、やはり物流網の構築というところがまず第一にあ、あのー、挙げられます。 で、そこに対する、やっぱ今後の投資も、当然、えー、一番大きな投資計画がそこに当てはまるわけに、ではありますが、えー、まあ、あの、やはり効率の良い、えー、今の現段階の拠点がですね、えー、効率よく配置、えー、されているというわけではなくですね、名古屋地区は結構固まってしまったり、えー、そういうような、まあ、お客様の、こう、 出店に合わせて今までかなり営業所をこう出してきたので、えー、効率的な配置になっているというふうには言い切れないところもまだまだございます。えー、ですのでその辺を、えーまあ、今回、えー、今期に水戸サテライトと松坂サテライトっていうところを端に出してあるのですが、えー、こういうサテライト拠点は、あのー、設備投資も少なく、うん、あのそして配送効率が、あ 改善されるというようなところもございますのでこういうサテライト拠点などをかましながらですね今後、そういう物流のもう1回再構築というところを常に考えながら進めてていいきたいと考えております今期もしくは来季たり価格転嫁というのはどうお考えですか。 はいえー、と価格転換につきましては、えー、こちらやっぱりメーカー様からうち仕入れて小売業様に、えー、下ろしているという中間物流の立場ですので、えーまあ、メーカーカ様食品メーカー様今年も多分すごく、えー、やっぱ値上げっていうところがどんどん起きてくるっていう話がもうあの事前に当社の方に降りてきてますので、えー、そういうタイミングで、えー、そういうあの商品の値上げに伴いうちの方の 農家も上げていくというような形で価格転嫁は今後も進めていけると考えておりりまますす、はい、ありがとうございます、えっと、今のこのお話とのちょっとつながりになるかと思うんですが2030年の目標だと営業利益率が2.5%程度、まあ、今期の0.8%ぐらいからは大きく改善するということでしょうけどこの何ですかねちょっと低いんじゃないかというご意見ご質問なんですけども。<laughs> はい。えー、ちょっと低いっていうご指摘、あの、そういうふうに、あの、おっしゃるのは多分、あの、あると思うんですが、えー、当社は業種として、やっぱ卸が、あの、主体ですので、卸売業というのは中間物流に当たるんですね。で、メーカーから仕入れて、えー、小売店様に卸すという中間物流でありますので、やっぱ我々より大手の三菱様や、あの、いろいろなとこあるんですけど、やっぱ本当にかなり低い、えー、荒利率で回されている業界なんですよ。 えー、その中では2.5%というのはすごくあのかなり高めに設定した卸売業の中で見たら高めに設定したあの金額ではあります。でこのじゃあなぜ2.5%出せるのかというと当,当社はですねやっぱ自社物流で、えー、回していくっていうところをあの差別化戦略の基本方針としていますので、えー、大手様が下請けの運送業者にこう下請けとして出している。 ところを当社は全部自社でトラックを用意して作業あのルートセールスセールスドライバーを社員として雇い教育し進めていくと。 いう独自の戦略でこの2.5%というところを達成していけるというふうに考えております。あ,ありがとうございます。えー、と続きましてはちょっと,、えー、と資本コスト等々のところ最近まあ非常に注目が集まっているので質問が来ておりますので。えー、御社が考える資本コストは どのぐらいか、まあ、ROE の目標値、前期の ROE が4.6%、ね、の目標値があれば教えてください、また今、東証が要請しています資本コストや株価を意識した経営について、現状でどのように考えていますか、コメントをいただけますかということです。はい、えー、すいすません、えー、と資本コストにについてて現、えー、現在目標値として、えー、現実に えー、ここっていうふうに目標を持って進めてるところは申し訳ないんですけどないんですがあただ、あのーまあ、今後のことを考ええー、もちろん株価に対する政策も打っていきますし、えー、PBR1 倍以上うちまだちょっと割れてるぐらいなんで、えー、そこのところも当然クリアしていかなければならないという方向では進めていきたいと考えております。 はいいありがとうございます、えー、っとそれからフローズン事業でリーディングカンパになっていくというふうにおっしゃってたんですけど、一番のポイントはどこになるんでしょうかといいう質問ですはいえー、っと先ほども説明しましたように、えー、当社はフローズンに特化した、フローズンのみでやってる卸なんですね、宇宙料大手のお食品問屋さんっていうのは、やっぱり3温度帯まとめてやられてるんですよ、大体。 常温、冷蔵、冷凍というところをまとめてやるでそれを下請けの会社に落とすというような形が業界の,あの流れになっているんですが、えー、当社は、まあ、そこのところはもうフローズに特化してそこのやっぱ温度帯もすごく厳しいところで、えー、アイスクリームなんていうようなあの真夏溶けてしまいますのでその品質 も含めたところでやっぱりしサービスレベルも含め業界自体を引っ張っていくという意味でのリーディングカンパニーを目指していきたいというふうに考えています。はい、ありがとうございます。えっ、ー、とそれから。 あの物流の問題ですね、2024年問題に関して、えー、女性の比率はどのぐらいですか、それから女性ドライバーもどの程度いるのでしょうか、まあ、ご説明の中では、そのセールスドライバーの採用力が差別化の要因というご説明でしたけどその点のちょっとご説明をいただきたいなということですね。まず女女性性ドドラライイババーーでですすがここ近年ねを 採用しこのルートセールスあのセールスドライバーとして当社一番ボリュームゾーンはそのルーセールスドライバーのところなのでそこで何とか活用できないかというような形でさまざまな試みを行っております。でやっぱ女性のこのセールスドライバーっていうのはまあいいところで言ったらそのやっぱりお店にうちは直接うちのセールスドライバーが入って商品を並べますので。 店員と一緒なんですよねでお店で働いてるパートさんの方って女性が多いのでやっぱそこを同性の安心感があるっていうようなところですごく女性のセールスドライバーっていうのはあの評判がお客様からいいんですよね。 でそういうのを考えると今後、えー、そういったところで、えー、どんどん増やしていけるのかなと思う反面ですねやっぱり体力的にやっぱ力仕事のところもありますんで、えー、その辺の課題をどうやって解決していかなければならないのかなというようなところが課題としても残っている状況でございます。 の状況ですので、えー、まだまだこれからあそこのところはあのー、女性の比率を高めていかなければならないとお認識しておりりまますすはいいありがとうございます、えー、っと続いて、えー、ESG とかサステナビリティについての質問も来ておりまして、えー、冷凍食品やアイスクリームを保管する冷蔵庫などの環境対策、まあ、ノンフロン化とかですねあとフロン削減それからまああの、えー、トラックからの あのー、排出ガスのお話とか、まあ、そのあたりの対応について、えー、取り組み今後の考え方現状について教えてくださいという質問ですはいありがとうございますえっ、ー、とですねえっ、ー、とまあ ESG サスティナビリティ、えー、についてですね、えーまあ、当社としてもまあさまざまあのー、太陽光を、あのー、今期に関しても、あのー、営業所の えー、屋上に設置し、えー、電気代を賄うとかそういうようなところはどんどん進めております。でトラックに関しましまても低ハイガスの 装置のついた排気ガスの少ないタイプのフローズン専用車というところの意識は持っておりますが当社が販売している取り扱っているこの冷凍食品アイスクリームというのはフードロロスがほぼゼロなんです,よ、ね、ですので当社がこう扱っている商品をどんどん拡大していく。 えまあ今、市場も非常にいい形で伸びてきておりますので、えー、その商品を販売すること自体でそういったフードロス削減、えー、まあ社会的なそういうい問題になっているところの解決の一翼を担えればなと。 いうふうに考えております。ありがとうございます。えっ、ー、とちょっと時間が少なくなってきちゃったんですけど、ちょっと会場からせっかくおご質問いただいたんでよありします。えっ、ー、と4010048人創業して約70年かけて、えー、上場したんですけども、まあその今までに上場で70年かけて上場した背景、まあどういう きあのなんですかね動機では上場されたのかというととそれから上場後まあ数年経ったんですが御社の内外を取り巻くその変化というのは社長は今どんなふうにお考えですかという質問ですはい,はいありがとうございますえっとそうですねあのまあ上場まで70年ということでえまあとても長い期間あのな上場していなかったわけですがえまあ実際上場を考えたのが今から10年ぐらい前 からチラチラ上場っていうのがあの会社としてもなんとなく頭に浮かんできてたというような状況です。でこれ理由としましてはあのやはり会社の存続成長を考えた場合に上場した方が絶対にいいだろうというような判断で上場することを会社として決意しました。でまああの。 まあ資金調達であったりそれをあのトラックの,あの購入に充てたりですねあのいろいろなガバナンスとかそういういろいろないい面あるんですがまあ,あ,とあ,のあと一番はですねそのやっぱ人材の確保ですよねえ優秀な人材の確保という観点からはやっぱ上場するということは本当に大きな追い風となると考えておりますので,えで我々は卸売業は半分運送業なんですよ。 やっぱトラックを運転して商品を運ぶ。で、やっぱりあんまりこう人気がない職種なんですよね。で、ただ我々のビジネスモデルとしては、やっぱ人の確保っていうのがものすごく大切な要素の一つでありまして、まあ、そういった意味でも上場し、今後も成長し続け、会社をこう長く成長させていきたいと。 いう思いからあまあ上場あ創業して70年も経ちましたがあ上場するということに至りました。じゃあ,あの人材採用に関しても結構効果が出てるというような感じですかね。ねはいはいありがとうございます。ちょっと時間過ぎてしまいましたけどではこれにてあのアイスコードの説明会終了させていただきます。柳原社長どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。